にちは。こんにちは。チーム松井チャンネルへようこそ。ようこそ。翔太と山ちゃんです。よろしくお願いします。まあすこのまあもちろんここは吹奏楽部で2人やってるんだけど、山ちゃんってなんで吹奏楽部、それもパーカッションに入ったのか。そうやね。まあ自分中1から始めてたんやけど、まあドラムがしたくて。中学校の時を XJAPAN 聴いてた、お父さんの影響で、ではすごいかっこいいと思って動画見たら YOSHIKI さん、ドラムがすごくて、あ、ドラムかっこいいと思って、ドラムができる部活、あ、吹奏楽と思って入ろうとしたんやけど、親に止められて、あんたは絶対できんみたいな、あんた楽譜読め、まあ自分今あれだけどね、鍵盤楽器はちょっと読めんのやけど、今も読めないんですよ、実は恥ずかしいながら。だけど、まあ言われとって、実はね、家庭科も入っとった。家庭科も入部しとったんや。入部しとって、でも親にもう絶対もう頑張る、もう頑張るけ、入れさせてくれって言って、はい、入った。頑張るきっかけ。そう。でも今さ、そのね、生活費が入っとって、両方できて、もうめっちゃ最高なんやけどね。料理も服も楽器もできて、ね、中学校の願いかなって感じだね。そう、もう、うん、まああとはそうだね、まあ、打楽器、まあパーカッションとも言うし打楽器とも言うけど、うんうん、まあ、打楽器は大体こう叩くもう専門の楽器で、うんうん、もう服とかはもうサンバホイッスルとか、うん、あ、トリブルとかもあるけど一応打楽器に入ったんだよね。まあ一番オーソドックス、うん、なのはドラム、やっぱり、うん、ドラムとか、まあ、小太鼓、バスドラム、シンバル、うん、まあ、中にはもっと面白い、ね、楽器もあるし、それこそ波の音が出る楽器とか、うん、その中で、山ちゃんが今、まあ、メインでっていうとちょっとあれかもしれないけど、多めに多くやってる楽器っていうのは、あ、ティンパニーっていう大きい、まあ、なんていうの、太鼓で唯一そのティンパニーが革物の中で、うん、一応音階がある、音がドレミファソラシドがつく楽器で、もうこれはもう高校1年からもうずっとティンパニーをメインで、メインで、それこそね、コンクールあの自由曲ソロもやったし、でなんであれなろうかなと思ったきっかけが森先生っていう、あの森先生、九州交響楽団の首席奏者の森陽太先生っていう、あのお隣の県のすぐそこ九州見えるのあのところで首席の金パニ奏者でして、もうほんとすごい、もう体で表現する、でもこれどう表現したらいいかなって思って、あの動画が、動画 YouTube とか九州交響楽団の動画があるんです。あ、それにそう演奏の動画があるんで、気になった方はぜひ九州交響楽団の YouTube もありますし、ツイッターもあるのでぜひ見てください。もうほんとこれ見ないともう分かりません。こればっかりはもう口で言うことだね。で、もうそろそろあれだけど、ああ翔太は、俺入学した、まあ、僕が入学した理由っていうのは、もともとトランペット志望じゃなくて、まあ吹奏楽部に入るっていうのは、あの上に2個上に姉ちゃんがいてですね、その姉ちゃんが吹奏楽部で、まあ、しかも早友の打楽器の先輩で、先輩でよくしてもらっとったけどね、うん、その先輩たまにねちょっと会ったけどね、まあその中で、まあ、山ちゃんと一緒の、まあ、パーカッションをやってて、で僕もあの小学校の頃にちょっとドラムを触ったりした経験があったから、まあ、姉ちゃんに勝ちたいと、まあ、姉ちゃんをその中学校でぶっ潰して恥をかかせてあげようって思って入学したのが、あ、まあ、入部したのがきっかけなんですけど、気づいたらあの楽器体験ってあるじゃないですか、はいはい、中学校とか、まあ、高校でもそうなんですけど、その時にですね、あの、まあ、打楽器が人気が集中しすぎて人が多いから、まあ、あんたちょっとトランペット人が今少ないけどトランペット行きって言われたのが始まりで、まあ、そこで出るはずのないというか、まあ、初心者で出すの難しいハイベイっていう音域があるんですけども、それは出てしまい、もうそこからはもう先輩たちに押されるがままトランペットパートに入ったんですけども、まあここでね、まあ、僕本当にトランペットないですけど、
あのいろんなことを中学校から調べてきたんですけども、あの好きなプロの演奏者、多分今山ちゃんも言ったけど、そう森先生みたいな感じで、僕もその、まあ、師匠っていうか、まあ、なんていうんですかね、先生みたいな感じで尊敬してる方が、まあ、もちろん世界にはたくさんのトランペッターがいるんですけども、その中で、まあ、本当に有名な方で、エリック・ミラシロさん。その方ってさ、なんか黒いなんか、そうそうそう、あの金髪の、しかもよくレコード大賞でよくトランペット後ろで吹いてくれる方よね。いろんな、本当にいろんな場所で活躍してるトランペッターで、やっぱエリックさん の, あのなんて魅力というと、まあ、あの完璧なるハイトーン、あの僕もそれを目指して今練習日々やってるんですけど、ちょっとショタ苦手やもん ね, そうね、高い音出すのいつも、ね、感じた時に外すっけんね。そう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 、意外と弱っちい。そう、弱いの本番には。まあそんな、まあ、エリックさんを目指しながら、あのここ最近高校生に入ってですね、あの新たにっていうか、まあ実際にお会いして、師匠に、あの師匠というか、まあ本当に自分が学んでるのはアンドレ・アンニさんというフランスのプロ奏者がいるんですけども、その方にはレッスンを2回ほどしてもらってて、写真撮ってたよね、サインもしてもらったよね、写真もサインも楽器ですもん ね, ねしてもらってて、本当にその方はフランスで、まあ、やってる方、まあ、今は日本を中心に活動してるんですけども、まあ、本当にトランペットかっていうぐらい優しい音色で、もう心に訴えかけるような、ね、演奏をしてくれる、まあ、してる方なん で本当に、まあ、皆さん動画あるのでぜひ見てください。まあその中でね、楽器、それぞれの楽器の魅力、うん、まあもちろんプロ奏者がいてその人を目指してやってるって中で、そのまあもちろんやってるっていうことは魅力があって続けてる、それも3年5年でどんどん続けてるわけなんですけども、それぞれの楽器の魅力をちょっと、魅力かー、でも打楽器いっぱいあってね、魅力があれやけど、うん、まあ、自分の中ではやっぱりその打楽器がやっぱいないと盛り上がらないのかな、うん、だって絶対のオーケストラでもこの弦楽器のオーケストラ、うん、でも絶対ティンパニーは絶対いるわけで、そのティンパニーがなかったらその下の土台が支えられなくてその薄っぺらく聞こえちゃう。でもティンパニーが入ったらもうぐわっともう、うん、なんていうかな、お客さんを震え立たせるような感じなのかなって、やっぱり打楽器はそういう魅力があると思います。トランペットは、まあ、自分は、まあ、トランペットでもともと目立つのが好きで、この性格で、であの打楽器やろうと思ったのもドラム、山ちゃんと一緒なんですけど、ドラムで目立ちたかったっていうか、まあ、どちらかというとモテたかったっていうのが本心で初めてやってたんですけども、まあ、その中でね、トランペットになってもやっぱり目立つ、うん、いいところも悪いところも合わせて目立ってしまうところ、メロディっぽいもんね、そうで、これがラッパーの人とかがあの低音に向かって俺伴奏してよって言うと怒られるあるあるなんですけど、あ、出しすぎて、違う、うん、あの俺もやっぱ伴奏とかの方が楽しいよねって急に言うとあのキレられるっていう、あるある吹奏楽あるあるなんですけども、まあそういうこともありながらやっぱり目立つで、かっこいいっていうのがトランペットの魅力かなっていうのはあります。じゃあね、まあこんな感じでお互いの、まあ、楽器、やってる楽器の特色だったりとか、まあ、プロ奏者の紹介だったりっていうのをしてきた今回の動画ですが、まあこの辺で今日は終わりにしようかなと思います。ね、じゃあまたいつもの通りチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、バイバイ。